はい、皆様こんにちは、まだ明るいですね。5時15分です。ラグビー中継の帰りで、今日はユニバーだったんでね、総合運動公園からの帰りなんで、今トンネル抜けて山手幹線を走っています。神戸東方面に走っていますが、オリックスさんやられたというか、佐々木朗希やりましたね。すごいなこれ。いや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 、パーフェクトゲームよ。このなんちゅんやろ、この蛇行到底の時代のパーフェクトゲーム。19奪三振、野田さんの19にじゃあ並んだんだね、日本記録。しかも13連続三振は日本新、もちろんそうだね。いやもう勝負とかじゃないよね。もう勝負にはならないんだから、はっきり言って。一本もヒット打てないし、誰一人ランナー出してないわけだから、もうこれはもう勝てっこないんで、まあ勝負は度外視にして、これすごいね。このゲーム見られた人は、でも本当に、歴史の証人だよ。これから何人出るか分かんないもんだって。すごい。まあ、よりによってオリックス戦でやるかという。まあ、でも、今の状況考えたらオリックスかな。今、打てないしね、今ね。ベストメンバーも組めないし。いや、すごいわ。野田浩二さんの19奪三振が、当時の千葉マリンスタジアム、今のゾゾマリンだよね。すごいなこれ。僕は明日東京に移動してね、明後日メジャーリーグの中継なんだけども、まあ、大谷君の試合喋るんですが、解説がジョニーなのよ、黒木さんなのね。ちょっとこの朗希のすごいところちょっと聞いてくるわ。すごいね。もうなんかこう月並みな言葉しかさ浮かばないよ。で、まあ、特に僕は今日ラグビー中継していたんで、結果しか知らないんでね、その道中全く知り得ないわけで、わかんないんだけども、それだけにもすごいという言葉しか浮かばない。もう勝ち負けじゃない今日は。もう佐々木投手すごい。もうそれしか言葉出てこない。本当に、オリックスはもう完全にやられました。もう勝ち目なしです。まあでもちょっとね、まあその、まあ相手ピッチャーをもうこれ讃えるしかないんでね、もうそれはもうそれでもうしょうがないんだけども、だけどまあこの、打てない感じっていうのはちょっとこれ深刻だね、本当に。まあ打線なんでね、打線は水物ってよく言うからさ、いつまたこう急に上がってくる。やもしれないし、で、いいチームがずっと続くわけじゃないんだけどもね。ちょっと長いよね。試合が始まって、もうこれで、一通り全部当たったのかな ?5 カードね。そうだね。当たったね。ロッテ、ソフトバンク、ハム、楽天、西武ね。全部当たったね。だからまあそういう意味ではね、これで一回りしたんで、大体この、各チームの、なんて言うんだろうな、この最初のこの序盤の調子であるとかね、がちょっと見えてくるんだけども、まあオリックスは苦しい、スタートになりましたけどもね、とにかく、まあ今日の負けは、まあパーフェクトゲームされようが、いっぱいはいっぱいなんで、はい、20対19で負けても、今日みたいに一本もヒット打てなくても、ランナー一人も出せなくても、いっぱいはいっぱいなんで、もうこれ切り替えていくしかないね。まあ本当に、今、ちょっとメンバー的にも苦しいんでね。今日、ラオウ選手がスタメン外れてましたもんね。ちょっと本当、今僕、何にも知り得てないんで、これコロナとかじゃないよね。また詳しいこと分かったら教えて。というわけで、まあもうすごいとしか言いようがないんだけども、13奪三振ですごいね。ね。いやいや、佐々木朗希。まあすごいピッチャー出てきたね。やっぱりもともとね、それはもう大物感はたっぷりで、すごいピッチャーであることは間違いないし、みんながいつ出てくるんだろうっていう感じで見てたピッチャーなんでね、ついに今年、まあ去年の後半からそのベールを脱いで、今年、ついにその正体を表しましたね。まさにこう、令和の怪物という感じがするんだけども、
いやいや、すごいわ。まあでもパリーグって考えたらやっぱりすごいピッチャー出てくるね。まあ、吉野君もそうだし、吉野君がね、なんかノーヒットノーランとか、やっちゃいそうなムードは、過去に何度かあったんだけどもね。完全試合だからね、パーフェクトゲームよ。いや、これほんとすごいわ。ねえ、まあ、大谷翔平もそうだし、ダルビッシュもそうだし、なんかすごいピッチャー、松坂大輔もそうだけども、パリーグってやっぱり怪物が出てくるね。うん。ということで、まあ、今日はね、もうこのドライビングバージョンですよ。今ちょうど神戸山手幹線を東に走っていますが、ちょうど灘区王子工事公園を過ぎましたけども。まあ、言葉が出ないね。まあ、すごい。まあ、本当にまあ、一野球ファンとからすれば、もう本当に佐々木朗希投手おめでとうございますということなんだろうけどね。うん、いや、すごいわ。まあでも今日は、まあオリックスファンもね、レフトスタンド三塁側で応援してくださったと思うんだけども、まあ本当も悔しいんだけども、みんな歴史の証人だからね、すごいね、と思います。というわけで、今日神戸製鋼はね、コベルコ神戸スティーラーズは、NEC グリーンロケッツ統括に対しては快勝というゲームでね、まあホームでいい試合できたんだけども、オリックスさんまだまだアウェーゲームが続きます。ここ2戦のロードゲームが1勝2敗ずつ2勝4敗です。で、今日のゲームに関して言うと、パーフェクトを喫するという完全にやられた完敗。宮城くんもね、初回立ち上がりからまあピンチがあって、まああのピンチをなんとか1点でしのいだみたいなんだけども、中盤にビッグイニング作られてという感じですわね。まあ、ちょっといろんな意味で試練じゃないオリックスさん。まだ始まったばかりだからの、なんとかね、ついていってほしいと思うわけでありますが、また借金3つだからね、なんとか、次もう、一カード、この楽天かな、東北で3つやって帰ってきますのでね、そこで勝ち越して、一つでも負け越しを減らして、ホームゲームに備えてほしいなと、思うわけでありますよ。今日はもう何も言うことはない。僕は見てないんで、すごいとしか言いようがないんだけども、朗希くん、すごいわ。ね、それだけですね、皆様からのご意見をお待ちしておりますが。というわけで今日も、営業者の中から喋っておりますよ。そう、僕ハイブリッドカーに初めて乗るんだ。ね、一遍ハイブリッドカーなるものに乗ってみたかった。今まではもう、なんていうの、ガソリンを無駄にもういっぱい使う車しか乗ってきてなかったんで。すごいね、なんか。まだ全然知らないけど、燃費が出るんだけど、すごいね。今平均で 13.4。13.4 なんて車乗ったことないもんね。はい。まあ、車のインプレッションをしてもどうしようもないんですが、まあでもなかなか、国産の車、トヨタさんの車なんだけど、まだ、乗ったのは2回目ぐらいなんだけどもね、まともに、とっても気に入ってます。はい。やっぱり世界が誇るメイドインジャパンなんだなと、世界に誇る、メイドインジャパンなんだなっていう感じはしますね。はい。まあでも今日は喋ることないね、もう本当に。そんな感じで日曜の夕方、まだ明るさが残っている、ちょうど六甲道の駅前の北のあたりかな、ここ右に行けばJR 六甲道、左に行けば阪急六甲っていうあたりに来ています。灘区ですね。はい。そんな感じでドライビングバージョンですよ。ちょっと今信号で止まってますんで、車内を見るとね、こんな感じなんだよ。オレンジ色のステッチがあってね、いいでしょ。フロアマット。これはポルシェ用の使ってます。前のフロアマットはね、これも純正というか、純正じゃない、特注で作りました。作ってもらったオーダーメイドのフロアマットです。はい、こんな感じで走っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。パーフェクト!やられちゃいました!